はい、今日は雪の中に埋めた、これわかるかな、大根のですね、掘り出してみたいと思います。雪の中に大根を保管すると、大根が、凍らないのでですね、雪の中に埋めるという保存方法があります。この中に大根を、肥料袋に入れた大根を埋めております。ちょっと掘ってみたいと思います。これはスコップで掘りたいと思います。映ってんのかな、これ。大根が、見つかりました。こちらを今日鍋で食べたいと思いますので、これをちょっと取り出しておきたいと思います。残りもまだ何個かあるんですが、これはまた雪をかぶせたいと思います。まさに、天然の冷蔵庫です。まあ、こうやってもいいでしょう。